生がこれからいい会社に出会うためにやるべきことってありますか？うん、一番よくわかるのは直接勢いがある会社とか雰囲気のいい会社って、これはやらん方がいいよっていうところを伝えておくと、もうすぐ就活が解禁されると思うので、そうだね、就活生がこうこれから魅力的な会社だったりとか、うん、いい会社に出会うためにやるべきことだったりとか、うんうん、見ておくべきことってありますか？うん、まあやった方がいいことはね、バシ使うことよね。いろんな会社を直接見た方がいいと思う。ネットの情報を飲みするのあんま良くないなと思うけどさ、まあ、就職サイトでもそうやん、いいことしか書いてないから、うちの会社はこんな事業モデルですとか、業界ナンバーワンシェアみたいなのはね、あれも職務経歴書と一緒よ、いいふうにしか書いてないから。一番よく分かるのは直接会社に足を運ぶで、会社に行ったらね、オフィスの雰囲気も分かるやろ、どんだけその働く環境に気を使ってんのかとか、でそこで働いてる社員さんの顔も見えるわけ。そしたら仕事を楽しそうにやってるんかとかね、死んだ魚の目みたいな感じでやってるんかとかって分かると思うんで、直接足使ってできるだけたくさん自分の目で見て会社の情報を仕入れるっていうのが大事じゃない。これは やらん方がいいよっていうところを伝えておくと、人事の情報を鵜呑みにすんなよっていうのを強く俺は言いたい。私人事ですね。やっぱねプロやけんね、一番会社のことを魅力的に伝えられるのが人事担当なんだ。これ人事担当の言うことを信じんなってことを言いたいわけじゃなくて、人事担当が言ってることと実際がどうかっていうのを直接言って、社員の顔を見て判断するのが一番いいと。勢いがある会社とか雰囲気のいい会社ってすごい活気があるっちゃうね。でこの活気って言語化すると何かって言ったら、挨拶しっかりしてるとか、すごい笑顔がこう溢れてるとかさ、コミュニケーションが頻繁に行われてるとかね。なんでそこを見た方がいいんだな。今西崎さんが就活生になったとしたら何をしますか？うん、SNS 見るよね、うん、やっぱり会社のホームページの情報とか就職サイトの情報だけでは分かんない、よりこうリアルタイムで生々しい情報が SNS には発信されてるんで、あとネット掲示板もあんまり裏見せない方がいいね。あることないこと書かれてるけどね、転職サイトとか口コミとかでさ、うちの会社なんてあれだよ、 2,3 年前やけどね、就職日記みたいなやつに、あそこはオイルで失敗したみたいな、オイルで失敗したいやいや全然こうあることないことやっぱ書かれてるわけやさ。でもその中でもね、もちろん本当の情報もあるっちゃろうけど、やっぱ一番大事にしてほしいのはね、やっぱ自分の目で耳で聞いた情報で判断してほしいかなって。マイナビ日経なれなれ卒、うん、大学生就職企業人気ランキング、それについてどう思いますか？まあもうそれタイトルの通りと思っちゃうけどね、就職人気企業ランキングなんで、いい会社ランキングではないよね。うちの会社のビジョンマップにもさ、日経ランキング入るとかっていうのをね、一つ掲げてはおるっちゃけどね、でもこれ乗ったからって言っていい会社の定義ではないかなって思う。で実際に仕事もしてない、勤めたこともない学生さんが単純なイメージとしてこの会社いいなとか素敵だなって思う。本当に人気ランキングなんで、その企業の認知度とか知名度っていうところのバロメーターにはなるかなと思うんですけど、いい会社の定義とは全く違うかなって。西崎さんが考える魅力的な会社の定義って何だと思いますか？いい会社の定義って何っていうのは、これも人によって違うと思うんですよね。あくまで俺の価値観の中でのいい会社の定義っていうのは、まずは自由にやらせてくれる環境ね、で正当な評価をしてくれる環境で、あとは先輩とか上司が尊敬できる環境、この3つぐらいが一番俺の中で言ういい会社。でもこれはさっき言ったの通り人によって違うと思うんで、そこはしっかり考えた方がいいね。全部を完璧に満たしてる会社ってないと思うんだよね。これは絶対に譲れない3つみたいなのを、給与待遇なのか、働く人なのか、事業内容なのか、将来性なのか、ビジネスモデルなのか、まあ、いろんな項目あると思うんで、この中で3つぐらいまずピックアップしてね、それを重点的に見ていった方がいいんじゃないかなって。3月1日からさ、まあ、本格的に就職活動始まると思うんですけど、なんで今のうちにさっき言った、まあ、SNS の情報を見るなりで、今プレエントリー期間だと思うんで、企業の情報をね、就職サイト、リクナビとかマイナビで見ることができると思うんです。まずはその事前情報収集で、3月1日になってからはもう自分の足使って直接見に行けるという状態を今のうちに作っておいた方がいいんじゃない。今オンラインで全国参加できますもん。そうやね、オンラインで説明会とか企業訪問とか面接を受けれるような状態になってるから、だいぶ回れる件数も増えてると思うよ。自宅にいながら説明会とか面接とか企業のことを知れるっていうところ、すごい今だからこそのメリットだと思うんで、あとはもう自分が動くか動かんかと思うけどね。まあ、なんだかんだ言ってきたけどね、まあ、結局まあ自分がどうしたいかっていうところに尽きるかなって思うから、うちの会社もそうなんやけど、やっぱすごいビジョンって大事かなって、自分自身が将来どうなりたいかっていうところ、
で、俺の経験で言ったら漠然としてもいいかなと思う。最初は目の前のことを一生懸命こなしながら、ああじゃあそうするためにはこれやんなきゃいけないよねとか、これは逆にやったらダメだよねとかっていうのがいろいろ見えてきて、すごく具現化されてきた。これまでの体験があるから、なんであんまり気にしすぎんでいいと思う。自分こっちの方行きたいっていうことだけ決めるだけでも全然いいかなっていう。あとはやりながら一生懸命目の前のことをこなしたり、そういうふうに近づいてほしいなと思います。ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。就活について久々じゃないですか、うん、そうやね。あんま学生さんに向けてせんけどね、結構営業マン的なとこ多いよね、うん、俺の久しぶりに、まあこれ就活解禁前というか、ね、はい、学生さんに向けて、うん、あんま考えすぎていいだろう。そうですね、気楽にやったらいい、はい、まあ、人生一回やけどやり直していくらでも聞くし、うん、特に若いうちはいっぱい失敗していっぱいいい経験したいんじゃないかな。はい、ありがとうございます。好きなように生きろっていうのがね、俺がもう一番言いたいことなんで、はい、これ誰かに強制されるもんでもないけどね。で、生き方や仕事なんて生き様やと思うんですね。なんかこう誰かに言われたからこうしなきゃとか、みんながこうするからこうしなきゃみたいなのにはなってほしくないのか、自分が信じた道を腹くくって覚悟決めてやるっていう、その後は誰も分かんない、でもいいでしょっていう、そこだけかな、うん、頑張ってください。ありがとうございました、はい。